持人王子小四年五月二十六日は平安時代末期の皇族。後白河天皇の第三王子。持人王の領事を出して、源氏に平氏打倒の挙兵を促したことで知られる。邸宅が三条高倉にあったことから、三条宮、高倉宮と称された。後白河天皇の第三王子だが、平家物語では兄の資格方針の方が、 仏門に入ったため、第二王子とされている。同母姉に歌人として名高い四しない親王がいる。母親は、藤原末成の娘、重子。幼くして、天台座す、西雲法親王の弟子となるが、王法二年に西雲が亡くなり元続。永万元年に一目を忍んでこの江河原の、大宮御所で元服したという。その後、八条院。 古内新王の勇士となる。幼少から、英才の誉れが高く、学問や歌、特に書や笛に秀出ていた。母の実家は、官員流藤原氏で家柄もよく、後位継承において、有力候補であったが、異母帝である、ノ人親王新の聖母であり、県政を誇った、平重子の妨害にあって阻止されたという。特に、仁南元年、母方の叔父である。 藤原正光が、県中納言、左衛門氏を開官されて失脚したことで、持人王の後位継承の可能性は消滅し、新能宣言も受けられなかった。自称3年11月、平野清盛はクーデターを起こし、後白河法皇を幽閉、関白、松戸の元房を追放するが、持人王も長年治療してきた、白教授領を没収された。 自称4年4月、ついに、兵士討伐を決意した、持人王は、源頼政の勧めに従って、兵士追悼の領事を全国に私服する源氏に発し、兵士打倒の拒兵、武装放棄を促した。また自らも、最小親王と称して、拒兵を試みたが、準備が整わないうちに計画が、兵士法に漏れた。5月15日、 兵士の圧力による直命と因然で、持人王は皇族席を剥奪され、厳正を貸手され、源の光となり、土佐国への入るが決まった。その日の夜、ケビー氏の時三長と、源の金綱が、持人王の館を襲撃したが、持人王はすでに物詣を装って脱出していた。十六日に入って、餅人王が、恩情寺に逃れていることが判明し、 21日に、兵士は、恩情寺への攻撃を決定する。その中の大将には、頼政も入っており、この時点では兵士は、持人王単独の無本と考えていたと思われる。頼政はその日のうちに、子息たちを率いて、恩情寺に入り、持人王と合流した。しかし、恩情寺と対立していた、延暦寺の協力を得ることができず、 また、温城寺内でも親兵士派が少なくなく、このままでは、勝ち目が薄いと判断した、持人王と頼政は、なんとの寺院勢力を頼ることに決めた。自称4年5月26日、頼政が、宇治で防戦して、時間を稼いでいる間に、持人王は、幸福寺へ向かったが、同日中に、南山城の下畑川で、兵士家人の藤原慶太か、 伊藤忠津奈良が率いる追悼軍に追いつかれて撃たれた。平家物語は、日田森影家に軍勢によって、光明サントリーの前で戦死したとする。しかし、王の顔を知る者は少なく、東国生存説が巷に流れた。持ち人王自身の兵士追悼計画は、失敗に終わったが、彼の領事を受けて、源の頼朝や基礎吉中など、各地の源氏が挙兵し、これが、 平氏滅亡の糸口となった。なお朝廷は当初この領事を偽物と考えていたが、後に、これが、事実の疑いが出てきたこと、加えて、持人王が、高倉天皇を呼び、安徳天皇に代わって即位することをほのめかす、文章が含まれていたことに強く反発した。後白河法皇にとって、高倉天皇は、自転の権威によって、自らが選んだ後継者であり、 その子孫に皇位を継承させることは、京都の区下社会では共通の認識であったためである。このため、京都では、持人王の行動は、次第に、皇位三脱を図ったものと受け取られるようになっていった。乱から十六年が経過した、研究七年になっても、持人王は、京人と呼称されて、無本人としての扱いを受けている。第一王子の北陸軍は、 吉中の元に逃れてその旗頭に報じられ、また、第二王子の若宮は兵士に捕まり、道村と名乗って仏門に入った。八条院三位局が生んだ王女である三条宮姫宮は、研究七年に八条院より安楽寿院、換気行員などを一気分として常用されている。京都府木津川市にある高倉神社には、持ち人王が祀られており、境内には後世 村人によって神社境内に葬られたという王の墓と伝えられる寮母がある。神社そばにある筒井城寮母という塚があり、この塚も持人王母の倍長として王母とともに宮内庁が管理している。持人王を取材神として祀る神社がいくつか存在する。ありがとうございます。